ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今日は土曜日ですが、シルバーリーグへの昇格戦を控えているので、午後から、防衛拠点の配置などを見直していました。そうしたら、今日も同じサーバー11のゴールドリーグのチーム、ジャパン、オンリー、の人から、チャットが届きました。カーク信者的には、個人チャットを送ってくる人は、動画チャンネル内で、晒し者になることを希望していると認識していますので、遠慮なく、ご紹介します。課金をしたくても、油田を持っていないので、お注射ができない、と彼が言うので、コンビニに包丁を持っていけば、お金をもらえるって聞いたことがあります、と返信したら、その程度でいられる金額では通用しないのが、ゴールドリーグです、と言われました。カーク信者、ゴールドリーグを甘く見ていたでござる。いやー、素晴らしいです。こういった会話ができるゴールドリーグの人たちは、尊敬に値すると思います。ゲーム内で楽しく遊ぶだけでなく、ブログやツイッターなどを通じて、ギルドの活動を一般の人に向けて配信すれば、日本人プレイヤーがもっと増えると思うので、これからも、当チャンネルでは、ジャパン、オンリーを応援したいと思います。早速、本題の話をするよー。視聴者の皆様に支えられて、この動画チャンネルがスタートしてから、3ヶ月と19日が経過しました。直近の過去90日間のユニーク視聴者数は、8237名と表示されていることから、日本国内のヒーローウォーズファンは、最低でも、1万人ほど存在すると予想しています。実際には、モバイル版で遊戯をされている人もいるので、正確なゲームユーザーの数はわかりませんが、ヒーローウォーズは、日本国内で徐々に認知され始めていると考えています。カーク信者の場合、この動画チャンネルを運営していることもあり、ヒーローウォーズと検索する機会が多いため、YouTube 動画を見ていると、ヒーローウォーズの広告を頻繁に目にします。そして、いつも、もう少し知恵を絞った広告内容にしないと、面白さが伝わらないんじゃね?と感じています。パズル的な要素の広告内容ではなく、俳優や女優を起用した広告にすれば、広告を見た視聴者に響くと思いますが、どうなんでしょうか?新ヒーローのプロモーションムービーなどは出来が良いと思いますが、どうして、あれを動画広告に使わないのか不思議です。ロシア人と日本人の感性の差なのかもしれませんが、アクセルなんかを広告に起用すれば、可愛らしいキャラクターが評判になると思います。さて、話は今夜のギルド戦に戻りますが、昨夜から今日にかけて、カーク信者のヒーローは、大幅にパワーアップしました。別に課金をしたわけではなく、たまたま、装備品の収集がはかどったので、カークとアスタロスのカラーが、上昇したのです。ご覧のように、昨日までのカーク信者のチームとは、外見のイメージが大幅に強くなったように見えます。この、強いチームに見えるという点が最も重要で、実際に戦ってみたら、大した違いはないと思いますが、見かけが重要なのです。対戦相手に対して、精神的なプレッシャーを与えることが、戦闘時の基本的な戦術になります。この、オレンジさんのカークを見た対戦相手が、変な形でチーム編成を変更してくれると、勝利しやすくなることもあるのです。あまり意味がないかもしれませんが、ちょっとおバカなカーク信者は、自分では、そのように信じているのです。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、紫装備のままの対戦相手を見ると、楽勝で勝てるな、と考えてしまう人は、チャンネル登録を、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。